おはようございます。釣り子 TV です。これらであれを作るっていうことでですね、ちょっとずっと去年から気になっていたやつが一つあって、これ小さいウィローブレードなんですけども、あのメタクロスピンとかですね、冬場の釣りでこういった小型のねブレードを装着したらめっぽう効くっていうところから、今かつブログなんかの方でですね、まあ、こういったのをワームに便利につけられるような、ものを作ってですね、なかなかいい釣れっぷりだよっていうあの記事を見てですね、もう間もなく製品版みたいなのが出てくるみたいな感じで、フィッシングショーなんかでも展示されていたんですけども、まあなんかいち早くですね、ちょっとやってみたいなと思って、でもあのちっちゃなブレードあんまりどうやって買うんだろうと思って、釣り具屋さんうろうろしていたらですね、普通にこういう小型のですねブレードが売っていたので、早速買ってきていました。で、まあ0番、00番と1番とあって、で1袋300円なんですけどね。でこのブレードをまあどうにかワームにくっつけて、まあワームにこうピリ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 としたですねフラッシングとか、あとは何かブレードが回転している波動とかを追加して、なんとか気難しいブラックバスを釣ることができないかっていう、そういったチューニングを、まあ、手作りでですねちょっと試してみようかなと思って、まあこれが小さなブレードで、それとですねこれデコイのですね、こうかしめるとそのまんま使えるよって、こう片側がですね開いていて、これをまあペンチ等でかしめるとそのまんま、なんていうんですかね、スイベルが活用できちゃうっていうこの部品と、あとはですねこれフィナですね、それのこのスクリュー式のですね、こうなんていうんですかね、まあツイストロック風部品というかですね、まあこんな感じのが今、これだけ単体で売っているので、これを組み合わせてですねワームにこうブレードがくっつけられるような何か作れないかなと思って買ってきていました。で、まあ、せっかくいろんなサイズ、まあ、ちょっと試しに買ってきてみたんですけども、このね小型の一番00番小さなやつでチリチリってやるの、まずはじゃあ作っていきたいと思います。あ、裏に説明書き、オリジナルロゴ入りのカスタムブレード、防沈ニッケル加工を施した銅製マテリアル、引き抵抗の軽い微波動タイプということで、ね、こんな感じのブレード、はい、もうこの爪先ほどの本当ね小型なブレードなんですけども、これのきらめきをですねどうにかワームに装着できないかっていう、まあね、いろいろね試してみるっていうのは絶対楽しいですからね。まあまあまあシンプルな作りですね。これにこれね、S サイズっていうのを買ってみたんですけども、片側が開いていて、でこうかしめるとすぐに使えるよっていう、こういった便利なスイベルが釣り具屋さんで売ってるんですね。でイメージとしてはこれをこうつけて、それにこのスクリューを追加してどこにでもつけられるようにしようっていうことなんですけども、はめ込んでね、でこれペンチ、ちなみにですねペンチずっともう何十年か同じの使ってるんですけども、このスミスのですねペンチがこう海とかシーバスとかでも結構ずっと使ってるんですけども、一向にですねここ硬くならないっていうかですね、ほんとね、まあこれ油さしたりしてるわけじゃないんですけど、まあずっとこんな感じで軽やかに使えちゃうってことも、ペンチはですね、あとこの長さとかが非常にあの魚に針飲み込まれた時も便利だっていうことで、なんかずーっとこれ使ってるんですけど、まあ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 これでかしめる、キュッとでね、あんまりかさばらずにこうシンプルな、本当だったらねここに小さな、まあ、スプリットリングをかませてじゃないとっていうところなんですけども、こんな簡単にですねくっついちゃうっていうことで、これに
今回のテーマなんですけど、このワームにくっつけられるような、まあこれツイストロックのパーツでも、あーまあいろんなところから出てると思うんですけどね。今回フィナーのこれを買ってみました。ちょっとね、真ん中がもっこりしているような、そんな感じのやつなんですけどね。でこれをこれにくっつけると、はい、完成。あー、まあイヤリングみたいな感じに見えますけどね。ほんとこんな感じで、これでどんなワームにもくっつけられるよっていうことで、まあこれがねどんな感じで効くのかって、まああのクローワームの爪に両方につけて両方でくる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 って落ちてくるのとかもいいと思うんですけども、一番試してみたいのがこういったねストレートワームのお尻につけて、春先なんかこうズル引きの釣りなんか対応しますからね、そういう時に、まあ、ちょっとアピール力アップしないかななんて思って、これをですね、結構これ好きなんですけどね、ファット山線香の3インチ、ね、ストレートワーム、まあこれでもう間違いないめちゃくちゃ釣れるワームですけど、まあなんかちょっとした気分転換の時にこんなのがお尻についていたらどうだろうということで、ちょっとね、まあ、早速イメージとしてはですね、こんな感じでねじ込んで、はい、できた。なんですかね、まあこれで1個あたりのワームの単体はさらに高くなるわけなんですけども、まあねこういうちょっとした一工夫で、釣れたらなんか、面白いなと思ってね、これね試してみたかったんですよね。まあ実際釣り場つくとね、こういうのあんまりもうやる気間もなくずっと投げ続けちゃうっていうのは、家でこう何個か作って、釣り場で試してみようかなと思うんですけど、まあこんな感じでケツにちょっとした波動とねフラッシングを追加。最近ねこういう何か金属の回るパーツ、スクリューでもいいですしね、あとはまあこういう昔からあるブレードでもこういったのがチラッチラするっていうのが効果的なんじゃないかなって。あと、フロッグなんかよく使う先輩なんかに聞くと、あのスカートのカスタムパーツとか、あとはちっちゃいブレードのコロラドブレードつけたりとか、まあいろんなチューニング方法があるんですけど、バスにはどれが一番効くんですかねなんて聞いたら、ああやっぱあの小さいコロラドブレードとかつけてキラッキラお尻出てるとこからしてると、うん、それが一番バスなんかは効く気がするなぁなんていう風に教えてもらったりもしてですね。まあで今までこうやって、まあもったいなくてじゃないですけど、ね、わざわざワームにこういったのつけるっていうのをね、ほんとあの、今井さんのブログ見るまでその発想はなかったんで、これはねぜひねちょっと、まあもちろんあの製品版で出たら買いたいとは思うんですけど、まずは春先のこう横にスーって引っ張るような釣りが効く今の時期にですね、導入してみたいなと思って、まあこういろいろ買ってきてみましたね。これでまああとはブルフラットのなんだろうヒレっぽいところにこれ2個ぐらいつけて、あのブルフラットのアピールプラスこうピラピラなんかキラキラしてるとかね、そういうまあいろんなところにねつけてみたいなと思ってるんですけども、結構ねあの上州屋さんで売っていて、こんな感じで小型のね各サイズ結構ねいろいろブレードってのはありますけど、この小さいね小型のブレードってまああったりなかったりだったんですよね。こうやっていろんなちょっとした微妙なサイズも揃えてですね、最近は売っているっていうことでですね、まあある程度スピナーベイトで使うようなね、あのちょっと、一般的なサイズのブレードっていうのはまあよくいろんなメーカーからいろんな色とかいろんな形とかね売ってますけども、最近だとこういった小型のやつも選んで買える時代になったんだなということで、まあねじゃあ早速まあ買ってきたやつはね全部組んで、まあで00番作ったから、この、0番とかですね1番とかも作っていっちゃおうかななんて思いますけどね。これ何個入ってんのかな、
とりあえずこれがある分だけ作ろうかなと。はい、今やったことない。はい、こんな感じでいくつか完成しました。で、まあ使い方はちょっとね、こんな感じでワームのいろんなところにこのネジネジでくっつけてですね、アピール力アップにつながらないかなということで、早速試してみたいと思います。で、まあね、ブレードもまだ余っていたりするのはあるんで、まあどのサイズがね使いやすいのかとか、そういったのもいろいろこれから細かいところは試していければなと思うんですけどね。あとはまあこういう感じのパーツなんで、このネジネジのネジのところ取ればね、ブレードをまあそのまんまルアーのスプリットリングとかにつけて、あの最近トリプルフックがついているミノーなんてのもよくありますからね、まあそれにくっつけて、アピール力アップできないかなとか、いろいろ試してみたいと思いますけども、何にしてもねこういう感じで便利なね小型のブレードなんていうのも探すとすぐ買えますんでね。AR ブレードウィローリーフ、アルカジックジャパンっていうね、アルカジックジャパンっていうところの今回は買ってみたんですけども、またねあの効果がすごい感じられたらね、これいいですよなんていう風にご紹介していければなと思うんですけども。というわけで本日の釣り工 TV はですね、まあまあちょっとしたこういったいろんなパーツを買ってですね、今井さんのブログであったこのブレードチューン、自分で手作りできないかなと思って作ってみて、こういう動画でした。はい、釣り工 TV でした。